クリーモフ RD-500 は、ソ連で実用化した初期のターボジェットエンジン。名目ウェブラジーミル・ヤーコブレビチ・クリーモフ、設計局で開発された。クリーモフ RD-500 第二次世界、対戦終結後、アメリカのペーパークリップ作戦に対抗してソ連は、多数のドイツ人技術者や仕掛け品のエンジンを、露獲したが、敗戦直前に、 ドイツで生産されたものの品質は劣悪だった反面、技術的にはあまりに高度だったため、当分野では、後発国たるソ連の参考にはなりがたかった。折しも冷戦本格化前の翌1946年、イギリスで成立したクレメント・アトリー労働党政権がソ連との友好関係から、 最新エーターボジェットであるロールスロイスニーン40機と縮小版のダーウェントマーク V25 機の輸出を承認したことがソ連にとって福音となった。これらは間もなくドイツ人技術者の手動でリバースエンジニアリングされ速やかにメートル法で書かれた図面が作成されダーウェントシリーズで使用された材料が分析されたが高温でのクリープ耐性のあるニモニック80 合金を代替することは困難であることが分かった。間もなく、ニモニック80の高温での特性に合致する、KHN80T 合金が見つかったが、クリープ耐性はなかった。500の型番は、最初に生産した、最初のダーウェントのコピーエンジンが生産された第500番工場の、標識に由来して、RD-500 として指定され、1947年、 12月31日に試験されたがすぐに問題が生じた。燃焼が不均一でこれが原因で燃焼室に亀裂が入った。これはソビエトで燃料、速度、指導装置を変更したことに起因する可能性があった。しかしこれらの問題は1948年9月までに解決され、エンジンは100時間の運転試験に合格した。 RD-500 は、単弾延伸式圧縮機、ニーン燃焼機と、単弾タービンを備えたダーウェントのコピーだった。それは、ダーウェントの水力 15.9KN と同じで、重量はわずか 13.7kg 重かった。主な問題は、タービンブレードで30%が鋳造後の、再結晶の試験で不合格になった。 KHN80T 合金のクリープ耐性が劣るため、その結果、タービン翼は危険なまでに伸びた。初期に生産された RD-500 の最大40%は、納入前に個別に調整する必要があり、運用時間は受け入れ試験の100時間に達しなかった。ソビエトはエンジンの生産に重大な問題を抱えており、 1947年に1台のエンジンを生産するために2万時間の工数を必要としていた。1948年11月には7900時間に減り、さらに1949年3月には4734時間に減り4000時間まで減らすことが目標にされた。第500番工場では1948年に計97機、 1949年に462機、1949年に火山の第16番工場に計画外転して300機が生産された。ロールスロイスニーンエンジンを元にしたクリモフ VK1 が生産されることになり RD-500 の生産は1950年頃に中止された。RD-500 は単板両面式の延伸圧縮機と 旧機の燃焼室、単弾のタービンを用し、水力 15.6KN を発揮した。この r d 5 0 0 w 1 5や約 -25、約 -30 等、多数のソ連の初期ジェット軍用機に搭載されたが、約 -23 だけは、少数の運用に止まった。遠心圧縮式、ターボジェットエンジンは、構造が単純で、 早期の戦力化に即した反面、機械的限界から、性能向上の余地がほとんど残されておらず、また体型なため機体設計上障害になる、ことなどから、軸流圧縮式、ターボジェットエンジンにとって変わられた。一般的特性構成要素性能 ABCK、P46K、P48、ガンステン、ピアニッシも47778。ありがとうございます。